皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は筋トレと亜鉛の相性がいい3つの理由についてお話ししたいと思います。亜鉛というのは誰でも体内に 2g ぐらいは持っている微量栄養素の一つになります。メインの働きとしては約200種類以上の酵素の構成成分となっています。酵素というのは栄養素を分解したりだとかホルモンを生み出したりだとか体を動かすため の潤滑油というような働きをするのが酵素になるんですけども、それを作り出すのが亜鉛の働きになるので体を動かす方においては必須の栄養素となってくるんじゃないかなと思います。まず一つ目が体を動かすための酵素の構成成分になるというところがまず理由の一つ目です。そして2つ目、亜鉛はタンパク質の合成を促進する働きがあります。筋トレした後の筋肉っていうのは傷ついている状態になります。傷ついた筋肉をいかに修復するか回復するかっていうのが筋トレの効果を最大限引き出すためのポイントとなってきますので、タンパク質の合成という面から見て筋肉の修復というところで役立ってくれるのが亜鉛の働きです。かつそのタンパク質の新陳代謝という面でもいいアプローチをしてくれる栄養素になります。この理由の2つ目聞いたら筋トレする方は絶対取るべきだなっていうのは分かってくれるんじゃないかなと思います。そして3つ目が、亜鉛はホルモンの材料にもなります。例えばよく耳にするホルモンでいうとテストステロンだったりインスリン、成長ホルモンね、筋トレしている方は特によく耳にするホルモンじゃないかなと思うんですけども、この3つに共通するのが体を作るためのホルモンというところになってきます。このホルモンを作り出すための材料となるのが亜鉛です。という面から見て筋トレをされる方は亜鉛を取るべきという理由の3つ目に挙げさせていただきました。亜鉛というのはミネラルの仲間になるんですけども、体内で作り出すことができません。かつ汗とか尿で流れやすい栄養素になりますので、激しいトレーニングだったり運動されている方だと必要量が増えてくるっていうのも特徴の一つです。日本人の食事摂取基準では1日に 8g から 10g ぐらい亜鉛を取るようにというふうに記載されています。なので食事やサプリメントから意識して摂る必要があります。で一つだけ注意なんですけども、亜鉛は牡蠣とか豚レバー玄米ご飯とかに多く含まれている栄養素なんですけども、食材で摂ってる分にはそこまで問題ないんですが、サプリメントでたくさん摂りすぎてしまうと過剰症というのが存在する栄養素ですので、 8g から 10mg っていうのを意識して摂るように心がけていただきたいなと思います。あと一つだけ忠告すると、アルコールを分解するための酵素を生み出すのに亜鉛を体の中で消費しますので、アルコールをたくさん摂る方は亜鉛が不足しがちというふうに言われています。筋トレの効果を最大限高めたいのであれば、ある程度お酒も控えていただいた方がいいかなというふうに思います。簡単におさらいすると、亜鉛の働きとして酵素の構成成分になるので体を動かすための潤滑油的な働きを担っているというところがまず理由の一つ。2つ目が、亜鉛はタンパク質の合成を促進して筋肉の修復という面で役に立つので、筋トレする方は取るべき理由の2つ目に挙げさせていただきました。3つ目が、体を作るホルモン、テストステロン、インスリン、成長ホルモンの材料となるというのが理由の3つ目になります。プロテインイコール筋トレというイメージはつきやすいんじゃないかなと思うんですけども、ミネラル分だったり微量栄養素というところも筋トレの効果を高めたいのであれば、ぜひ意識していただきたいなと思います。ビーレジェンドからですね、発売されているマルチビタミン&ミネラルには亜鉛もしっかり含まれていますし、その他必要なミネラルだったりビタミンも含まれている筋トレする方に特化したサプリメントになりますので、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。この動画が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。